9月6日月曜日午後5時48分のホームポイントは夕凪というか風は全くないですね。あ、左のこの辺りに最近では初めてブレイクを見ました。あ、いつもここでブレイクしているのでリバーマウス沖でずっと今日もダンパ気味ですが膝程度の波がブレイクしてますが、この左側のミドルあたりで今ブレイクしましたね。久しぶりに見ました。オンポイントの右は今サイドオフっていうか左後ろからちょっと風を感じていますが、まあかすかなオフショア、あ、今風やみました。右側もいい感じのうねりが入りますが、こちらはインサイドからショアブレイクですね。あ、これミドル付近でブレイクしないのかな。あ、ちょっとテイクオフは厳しいですけど結構沖でブレイクしました。左側はここが常に割れている状況ですね。入れば乗れると思いますが、気温は25度ぐらいですね。風は今かすかなオフショア。さあ明日どうですかね。Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.